さて、願わくばそろそろファング君にご登場いただきたいところですが。あんま信用してないんですね、ファングのこと。彼のことはそれなりに評価はしていますよ。あくまでそれなりにですが、行きましょう。せめてフューリーだけでも持ち帰らなくてはね。もう何でもいいから早く出てきてよ、ファング。パートナーの私が恥かくんだからさ。私はそうだったんだ。長い間エフォールは戦うことしか知らないかわいそうな子だったのです。けれどそれを哀れに思って、私がエフォールをじっくりと教育し直しました。今では興奮した時にしかあの頃の面影を見ることはできません。殺滅殺暴殺、思い出したくないくらい恥ずかしい過去だから、さっさと忘れて二度と口にするんじゃねえぞ、このうすらトンカチ。とエフォールは申しております。ごめん。どうしました？置いていきますよ。もう言わないから落ち着いて、行こうエフォール。わかればいい。ではすぐに回収して。シャルファン、敵性勢力の接近を確認した。すんなり回収というわけにはいきませんか。まあそれくらいでなくては面白くありませんかね。来る出番。そこ刺す、うがって、やります。任せておく、砕け散り。ここに立っているのは、とりあえずフューリーは無事に回収できましたね。案の定ファング君は現れませんでしたが。やっぱ信じてなかったんですね。無理もないけど。
そう都合よくことは運ばないと思っているだけですよ。彼の知的レベルは少ししか疑っていません。さて、ここで待っているわけにもいきませんし、次の場所に向かうとしましょうか。お腹すいた。私もね。シャルマン様、次の探索の前に一回町に戻りましょうよ。緊迫感というものがないんですか、あなた方は。だって飲まず食わずでここまで来たんですよ。次のフューリーの在処に水や食べ物があるかどうかもわからないし。仕方ありませんね。わかりました。ですが、腹ごしらえをしたらすぐに出発ですよ。さすがシャルマン様、話がわかる。よし、じゃあ戻ろう戻ろう。やれやれ、主が主なら妖精も妖精というか。お、シャルマン様、何か言いました？いいえ、何も。人を探していらっしゃるのですか？ええ、目つきが悪く黒っぽい上着を着ています。それとフェンサーなので剣を持っているかも。ごめんなさい、思い当たる節はあいにくと。いえ、いいんです、気にしないでください。はい、それでは。やれやれ、人探しというのも難しいものですね。手がかり一つ見つけられないとなると。おっと、そこのイケメンお兄さん、お得な情報があるんだけど、買わない？あなた、聞いたよ聞いたよ、人を探してるんでしょ。お目当ての人の情報がなんとこのお値段。しかも今ならさっきのお姉さんのスリーサイズまでついてくるけど、どう？買わない？スリーサイズの方は結構ですよ。女体の神秘は己の手で知るべきものです。それよりも目当ての人間というのはひょっとして。それはもちろん、お兄さんが探してる黒い上着で目つきの悪いフェンサーのこと。いいでしょう、その情報を買わせていただきますよ。へへ、毎度あり。それでその男はどこに？クラビーセ洞窟に入っていくのを見たって噂だよ。相当な腕の持ち主で、襲ってきた盗賊を一瞬で返り討ちにしちゃったってさ。見つかるといいね。じゃあ私はこれで。シャルマン様、お待たせ。汗かいたからシャワー浴びちゃった。エフォールも浴びた。それは結構。綺麗好きな女性は嫌いではありませんよ。それよりも皆さん、次の目的地を変更しましょう。ファング君らしき人物を見たという情報がありました。え、本当に？確実かどうかは分かりません。しかし今はそんな情報でも当てにするしかないですからね。さあ行きましょう。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうご。
スが相手だ。ああ、僕だね。よし、やりましたね。本当にこんなところにファングがいるのかな。食べ物なんか何もなさそうだし、フューリーがあるかどうかだって。確かなのは、目つきの悪い黒い上着のフェンサーがここに入っていったということだけです。しかしそんな人間はそうそういませんしね。確かに。さあ急げましょう。入れ違いになってしまう可能性もありますからね。届く。寝てて。残るぞ。行きます。てい。安らかに。さあ。私たちよりもはるかに前にドルファを辞めています。後日幾人もの追っ手が差し向けられましたが、その全てを返り討ちにし、差し物ドルファも彼を追うことを諦めたと聞きました。なるほど。黒い上着に鋭い目つき。どうやら僕が手に入れた情報は彼のことだったようですね。そこにいるのか、エフィーヌ。久しぶりの追っ手がお前と。違う、エフォールもドルファを辞めた。何？彼女の言う通りです。僕たちは知人の足跡を追ってここを訪れたに過ぎません。もっともそれも人違いだったようですがね。ですが、ここでアポローネスと出会えたのは幸いです。彼も私たちと同じくドルファと敵対しているに、彼が私たちの味方についてくれればこんなに心強いことはありません。確かにそうですね。今は少しでも味方が多い方がいい。どうでしょう、アポローネス。僕たちと共に。チャンス！いきなり仕掛けてくるとは。どういうつもりですか。あいにくと私はドルファなどに興味がない。私がドルファを抜けた理由はただ一つ、己が剣を磨く。
これ以上奴らの元にいる必要性を感じなくなったというだけのこと。貴様かなりの腕と見たぞ。我が魂を震えさせるほどの腕の持ち主は久しぶりだ。私とここで立ち会え。貴様ほどの腕の持ち主と試合は我が剣は確実にさらなる高みに到達する。シャルマン様、こんなの相手にしてられないですよ。ここは逃げちゃった方が。そうしたいのは山々ですが、ここで背を向ければ確実に殺されますよ。彼の殺気がそれを物語っています。王子気分、手加減して勝てる相手ではない。シャルマンというか、あえて嬉しいぞ。未知の強者に会える喜びこそ至上。そのものと刃を交えられるならばさらなり。くそ、来い、セグロ。策があれば勝てる。こんな紙一重の差でしたが、僕の勝ちのようですね。私が破れるとはバカな。アポローネス、一緒に。ええ、どうか私たちと行動を共にしてください。あなたの力があればドルファに対抗することも決して夢ではなくなるのです。言ったはずだ。我が関心事は斧が剣の剣山のみ。いや、それすらももはや失われた。殺すがいい。剣士にとって敗北は死でなければならない。実に立派な心がけです。以前の僕ならあなたの望み通りにしていたかもしれませんね。シャルマン様ですか。今の僕はこう考えています。君ほどの男の命、無意味に散らすことはできん。邪神に支配されたこの世界を救うためにも。そのような情けなど無用。ならばこの手で。やめなさい。あなたの命、僕が預かりましょう。剣の奥義を極めるためには何度も死ななければならない。そのために生きるのです。私にとって強さこそ全て。そして貴様は剣の道を知る者。貴様の道を我も歩もう。何よりですね。歓迎しますよ、アポローネス。ここのフューリーも回収しておきました。町に戻って次の目的地を決めましょうか。その人だって黒い上着だし、センサーだし、目つきだってものすっごーく悪いじゃん。別に返金を要求したりはしませんよ。ただ他にも似たような情報はないかと思いましてね。それって黒い上着で目つきの悪いフェンサーの情報が他にもないかってこと？ええ、そこの人みたいに殺し屋っぽい何の情もないような冷たい目をした仏頂面のフェンサーの情報か。今はないかな。でも情報が入り次第お兄さんに教えるね。
てお願いします。じゃあ次の目的地は最初の予定通りカリンとエフォールが教えてくれた場所にしますか？そうですね。他に当てがない以上は今はフューリー集めに専念しておきましょうか。はい。あれ、アポローネス、どうしたの？私はそんなに目つきが悪いのか。気にしてるんだ、さっきの。緩んだ顔と言われるよりはいいが、踏み落ち。行こうか、ね。気にしない方がいいよ、多分。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとう。それでは行きましょうか。いい加減ファング出てこないかな。僕もそう願ってはいますがね。しかし彼はどこか気まぐれな男です。行動を予測することも難しい。今はできることを一つずつやっていくしかないでしょう。まさか牢屋に入れられてたりして。さすがにそんなわけないでしょう。彼もそこまで愚かじゃないと思いますよ。前は入ってたんだけどね、実際。回収しておきましょう。はい。じゃあ取ってきますね。エフォールも来て。うん。それにしてもファング君はどこに？貴様はそのファングという男を追っているようだが、一体何者なのだ？ドルファ攻略の鍵を握る人物ですかね。悔しいですが
僕の力だけでドルファの邪神を打つのは難しいでしょうから。つまりその男もドルファにあだなすものということか。ならばひょっとするとあの場所に何か思い当たる節があるのですか。ないこともない、確証はないが。シェルバー様、あれはモンスターですか。フューリーを守っていたようですね。アポローネス、話は後です。まずはモンスターを片付けなくては。異彩承知、最初から全力でいきます。シャッフルモード、覚悟しろよ。行きます。任せた。当然のことをしたまでです。それよりもアプローです、先ほどの話の続きをお願いできますか。うん、実はドルファが管理する人間牧場という施設がある。人間牧場。ドルファにあだなす者やドルファ内部で失態を犯した者を収容し労働をさせるための施設だ。その噂は聞いたことがあります。でも私は場所まではエフォールも知らない。幹部である私はその場所を知らされていた。貴様らの探すファングという男がドルファにあだなしていたのだ。そこに収容されているかもしれん。それって要は牢屋ってことだよね。冗談が本当になっちゃった感じ。ここまでファング君と出会えない以上、その人間牧場とやらにいる可能性はありそうですね。次はそこに行ってみましょう。うん、待っててね、ファング。絶対に助け出してあげるから。警備に見つかりかねんからな。臭い。だから声を立てるなと言っている。ここはドルファの有する施設の中で特に警備が厳しい区画だ。侵入者がいると予見すれば大量のモンスターをけしかけてくるだろう。そうなれば収容されているファングとやらの安全も保証できないだろう。それは分かってるんだけど。ダメですか。いけませんね。エフォール、アリンさんの鼻を塞いでください。少し我慢してください。さすがにくしゃみなんてすればその音で。なぜお前がくしゃみをする。君の声で見つかってしまったようですね。仕方ない。ならば強引に突破する。行くぞ。はーくしゃみ。こうなったら大っぴらにくしゃみしても同じだもんね。あー、すっきりした。よし、ファングはどこだ。やれやれ、
してて。しまった。厳しくなってきましたね。この混乱の隙をついてファング君が脱走でもしてくれていればいいのですが。それはどうかな。ファングのことだから牢屋はただご飯も出てくるし寝たいだけ寝れるしとか言って居座ってさ。ここはそんな生優しい牢とは違うぞ。1日22時間の労働に食事として与えられるのはカビが生えたパン一かけらと塩水だけだ。そんなの死んじゃうよ。どこが牧場なの。牛や豚でももっとマシなもの食べてるよ。邪神が好むのは人の苦しみや悲痛の叫び。人々が苦しめば苦しむほど嘆けば嘆くほど邪神の格好の餌になるからな。邪神の餌を生み出す牧場ということですか。ひどい。ファング君を探して行き着いた場所ですが、僕も怒りを禁じ得ませんね。この際です、徹底的に暴れてしまいましょう。ファング君がいないとしてもこの場所は存在の許されぬ悪魔の巣です。どいつが相手だ。水の力やめんな。力を抑えている。しまった。始める。ボコるぜ。水の力やめんな。燃えてきた。かわいもね。
どいつが相手だ。ああ水の力、やめんな。水の力じゃない。しまった。次、そう。